2023年8月16日水曜日、不思議レモンネットラジオ、今宵不思議なラジオでということで、今宵も不思議の扉へようこそ、不思議レモンです。さあ今日は週の狭間水曜日ということでお送りしていきたいと思います。今日のオープニングチューン、私の映画曲を、ね、おかけした後は不思議レモンの最新情報、不思議レモン何した、お次はレモンニュース&エンタメチェックのコーナー、チェックインは顔でどうぞということで、ホテルに広がる顔認証ということなんですけどね、まあ一見便利な反面怖い部分もあるかもしれませんけども、そして台風7号がですね、まあ通り過ぎたんですかね、その中で警報が出ている中で阿波踊りを実行したということで、まあ、それに関して賛否がですね、まあ、言われているわけなんですけども、サーファーが沖に流されて約27時間漂流ということで、こちらのね、サーファーの対応がなかなかまあいい、ね、対応したんじゃないかというふうに言われているんですけども、それらのニュースをピックアップしてお送りしたいと思います。シスポのコーナーは、レモンの千葉ロッテマリーンズの情報、そしてトレンドレモンですけども、毎週水曜日は最新のヒットチャートをずらりとご紹介しておりますが、今日は iTunes チャートということで、iTunes のチャートをお送りしたいと思います。今日も8時から30分間どうぞよろしく。それではオープニング中に行ってみたいと思います。シゲレモンでカウンターブルースライブイン新宿、この番組はシゲ音楽レーベルの提供でお送りいたします。このコーナーは最新のシゲレモンニュースを自分自身で言っちゃうというコーナーでございます。
それではネットの配信予定行ってみたいと思います。朝9時本日のシレモーニングカフェということで、今日は天使の街ショートバージョン冬のバラードでございますけどもね、ぜひ聞いてみてください。朝9時シレモン公式の方で配信しております。正午シネコニャンズアワーということで、今日はシネコニャンズ記念日、玉方新人グーニー玉方到着49日目動画ということでね、先日見事玉方入りいたしましたグーニーの動画、最新動画配信しております。正午シネコニャンデジタルハウスにて限定配信となります。水曜日の3時は私不思議者のデジタル写真集屋根裏の果汁物配信、今日もシレムテレビ収録前の写真をパシャリしております。ぜひチェックしてください。お昼3時配信しております。6時レモンチューブステーション、今日の最新楽曲のご紹介、今日はチェーンスモーカーズ、そしてシェンシーアのマイバッドということでね、安定のチェインスモーカーズサウンドでございますけどね、非常にかっこいいナンバーですね。これはなかなかまたね、一押しになりそうな、私の、ね、おすすめになりそうな楽曲でございます。6時のレモンジュリーステーションということで、今日も細かすぎる沢田県に切り抜きの予定となっております。急なニュースが入りましたらレモンジュリーニュースに切り替わる可能性もございます。先ほど6時半のしげもんニュース沢田県に YouTube チャンネルレモンジュリーステーションにて配信しております。7時本日のしげもんニュースということで、今日はしげもんテレビの告知です。8時このラジオ、現在不思議レモン公式 YouTube でプレミア公開、プレミア公開終了は不思議テレビ上にて配信、不思議レモン公式では概要も同時に配信しております。8時半水曜8時半の適当タイム、不思議レモンテレビの前の不思議レモンテレビですけども、今日はプチパンクリーム6個入りローソンで買ったミニパンでございますけども、こちらを食べております。この後8時半ファンサイト演奏する限定配信となります。9時水曜21時のティータイム、不思議レモンテレビでございます。今日の気になる話題としましては、新幹線のですね、車内ワゴン販売、東海道新幹線のですね、が、10月末で終了というね、そしてタイムカードは着替えてから、がいいのかな、押すのはな、押すはな、押すのはなって着替えてからか、着替える前なのかっていうね、議論のニュースが、このラジオでもご紹介しましたけど、そちらの話題、事故につながる危険行為、バス運転手の挨拶の話、キーワードトークはサプライズは好きか、苦手か、恋人から好みではないプレゼントをもらったらどう反応する、30年後のゴールデンウィークにありそうなことというキーワードについてお答えしております。この後9時、不思議レモン公式 YouTube プレミア公開、プレミア公開終了後は不思議テレビにて配信、不思議レモン公式な概要も同時に配信しております。10時から1年前の不思議レモンコンテンツを再配信、プレイバック不思議レモン、1年前の不思議レモンニュースはファンサイト演奏室、1年前の今宵不思議なラジオで不思議レモンテレビは不思議テレビにてこの後10時プレイバック配信いたします。ぜひチェックしてください。今日のネット配信予定でございました。今日の不思議レモンシジュールということで、いつもは水曜日忙しいので引きこもり、1日引きこもりということなんですけど、今日はちょっと午前中、昼前ぐらいにちょっと用事で出ないといけないということなので、朝から不思議レモン、テレビの収録は昨日やってですね、その編集作業もう朝一でシレモテレビを完成させて、でその後にシレモコンテンツ制作、その後午前中にもうラジオ収録も今これね午前中撮ってるというね感じなんですけども、で用事で出かけて帰ってきて、昼過ぎから秀樹さんの明日用の収録、その後秀樹さんの動画編集作業、ショート動画の作成など、そんな感じの一日でございました。Imagine
自分が聞きたくなれば英雄は君を呼ぶ。シギレモンで英雄の歌ライブイン大阪でした。シギレモン何したでした。レモンニュース&エンタメチェックのコーナーでございます。このコーナー最新のニュース&エンタメを独自の視点であやこや言うコーナーでございます。それではまずこちらのニュースから。こちら8月15日産経ニュースより、チェックインは顔でどうぞ、ホテルに広がる顔認証、待ち時間も短縮ということなんですけども、まあアフターコロナのね影響で、まあかなり宿泊、まあ、需要っていうのはまあ回復しているんですけども、まあ顔認証結構ね、活用している、まあ、ホテルが増えているということなんですけども、やっぱりまあ人手不足ということで、まあ、フロントの方とかもですねやっぱり大変だということで、待ち時間がまあ軽減されるということなんですけども、まあ客室とかね、ビッグホテルなんかは1000を超えるようなところがまあ結構あったりしますので、まあ、そう考えるとね、セキュリティも考えるとまあ顔認証の方がいいということなんですけども、まあスムーズ、スピード感もね、ただどうなんですかね、うん、怖いっちゃ怖いよね、なんかそっちの方が安全という、まあ、顔ってその人しかないから、まあ、鍵とかならほらね、それこそ勝手に入られるというリスクもあったりするんだけど、でも逆になんかアナログ的な鍵の方が安心じゃないのとか思ったりしてしまうところあるんですけどね。なんか似たような顔だと開いたりしないのとか、うん、思ったりするし、なんか例えばあのカメラで撮ったそのなんていうのその人の顔とかを細工できたりとか、ねそういう部分もあったりするんですけどね。まあどうなんですかね。まあ今のところそういうニュースが出てきてないからまああれだけど、でもそのうちなんか出てきそうな感じするけどね、顔認証の穴みたいなね。こちら8月16日読売新聞オンラインより、阿波踊り、暴風警報でも強行徳島市長が中止要請も実行委員会、この程度なら大丈夫ということでね。まあ徳島といえば阿波踊りということで、まあ今回のこの台風7号の接近でですね、まあ、ちょうどぶち当たったと、その公演の時と。で、さすがにその直撃した15日の日は全公演、中止になったようなんですけど、前日の14日に関してはやっぱり、やったところもあったということで、この読売新聞の写真を見てみるとね、ずぶ濡れ、もう土砂降りの中を踊ってますけどね。まあそこまでしてやるあれってあるのかなと。でもまあね、練習してきたし、お客さんもこれ写真見てると見ている人もいるし、やっぱりねどうしてもやりたい。まあやっぱりこれコロナで4年ぶりの本格開催となって、ようやく今年という感じなのに台風が来たということで、まあ判断がいろいろ分かれたみたいですけどね。でもすごいっすね、この土砂降りの中でこう踊ってるというのがなかなかカオスな感じでね。まあ本当ならやっぱり休止にすべきなのかなとは思いますけどね。
こちら5月15日ライブドアニュースより、サーファーが沖に流され約27時間漂流、タンカーに発見され救助、鹿児島ということで、このサーファーの方はですね、当初、まあ、岸に戻ろうとしたこともあったけども、やっぱり体力の消耗を避けてサーフボードの上で救助を待っていたということなんですけどもね。いやーすごいですね、27時間ですよ。でも結局この判断が良かったんでしょうね。まあもし変に泳いでい、ようとしていたら、まあちょっとね、そのような流されるなど、しているという、まあでもね、どうなんですかね、やっぱこの台風というかこういう時ですから、まあ、波がいいということで、まあね、ある種行ったと思うんですけども、まあちょっとね、その辺も控えた方が良かったんじゃないかなと思うんですけど、ただ、まあ、リポを見ていますと、やっぱり27時間もそのサーフボードの上で耐えたっていうすごさがね、絶賛されておりますけどね。シギレモンね、忘れられない男でした。 CM の後はシスポ。シギレモンファンクラブ演奏のお知らせです。シギレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、シレモリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくは不思議音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、 月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングル、アルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。シギレモンライブスペース電脳フシレモショー、月額1100円でシギレモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくはシギ音楽レーベルサイトまで。シギテレビジョン、シギ音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円、フシギテレビジョン、フシギテレビジョン、フシギテレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議猫ニャンズデジタルハウスへどうぞ。シスポー、ここからスポーツの話題を
思います。レモンの千葉ロッテマリーンズ応援曲ということで、昨日からエスコンで、ファイターズとのね、3連戦がスタートしておりますけども、最下位だけに絶対落とせないんですけども、見事落としましたねまあシーソーゲームみたいな感じで取って取られて取って取られてっていう感じだったんだけども、ちょっとやっぱ西野がねあまり良くなかったですね。まあ最後角中選手のね7号ソロで1点差に詰め寄るというね、9回、田中ジャスティスさんから打ってましたけどもね、惜しかったですね。他は、藤原恭太、3号ソロ、中村翔タイムリー、澤田がねまた良かったですよね。まあ最下位だけにねやっぱりちょっと負けてはいかんのですけどね、なんとか今日明日で勝ってですね、勝ち越ししてほしいですよね。レモンニュース&エンタメチェックでした。トレンドレモン、新しいもの流行りもの好きの私不思議レモンが最新のトレンドについてあえて言うトレンドレモンのコーナーでございます。今日は iTunes チャートのランキングということでお送りしたいと思います。まずはシングルベスト10の10位から4位まで、10位、崎山壮志、これなんて読むんですかね、明石明かりでいいんですかね、一文字ですけどね、唐とも読みますけどね、読みますかね、9位が緑黄色社会マジックサワー、8位マゼルライティニング、7位が、緑黄色社会サマータイムシンデレラ、6位が、米津玄師地球儀、5位が北に立つや青のすみか、4位がオフィシャルヒゲダンディズムのチェスボードとなっております。これはヒゲタの新曲なんですかね。次はアルバムランキング、10位から4位、10位が You のリアリティショー、9位が新しい学校のリーダーズ一時帰国すごいタイトルですね。8位が浜崎あゆみ A コンプリートオールシングルス、7位宝塚歌劇団星組バウホールステラボイス第2幕ライブ、6位も宝塚歌劇団先ほどの第1幕で、5位がニュージーンズセカンド EP ゲットアップ、そして4位がミセスグリーンアップルのアンテナとなっております。ともにベスト3はエンディングに。
カモン声かかっても素敵な未来は来ないさ Dream Oh Dream 新しい部品を持ってもいかんと先行のポンコツやだんだん動かなくなるって広い広いこの世の中では怠けたリズムであっても Good Oh Good スピード強のあの子にとっても魅力的な速さであることだんだん続いてこの長い道を越えその行き先にマラ色の明日の目が咲いているっていうのかスローダウン Oh スローダウン泣きながら踏みつぶされるこの無意味さまでは今は遠くまだ遠い時間の限り進むんだスローダウン Oh スローダウン泣きながら踏みつぶれて2曲続けてお送りしました。1曲目は不思議レモンでメロディーライブイン大阪、そして不思議レモンでスローダウンでした。トレンドレモンの続きです。 iTunes チャート、まずシングルベスト3、第3位 My First Story I'm a mess、2位が YOASOBI アイドル、1位が星野源生命体ということでございます。強いですね星野さんね。次アルバムチャートベスト3、第3位が宝塚歌劇団、花組梅田芸術劇場、2人だけの戦場ライブ、2位が新しい学校のリーダーズ、ま人間 EP、 そして1位が乃木坂46、お一人様天国スペシャルエディションとなっております。星野さんの新曲聞いてませんけどね、どんな曲なんですかね。以上、このトレンドレモンでした。お送りしました不思議レモンネットラジオ、今宵不思議なラジオで、明日は木曜日8時にお会いしましょう。不思議レモンでした。